ちょっと写真を表示してみましたが、やっぱりもう赤の発色とか全く違うんですよね。これ見ちゃうともうこのねモニターが悲しくなりますけれども、モバイルモニターでこんな高級な金属の作りのモデルって今までありました？デコボコとか裏面に全然なくて、シンプルで金属かつこのね切り落としたような板のような作り、すっごい素敵なんですよ。こんにちは、戸田悟です。今回はイノシンのですねモバイルモニター紹介したいんですが、かなりおすすめです。13インチの OLED で値段も手頃、しかも僕が大好きなスタンドのタイプなんですよ。まあ見てください。今回はイノシンのですね 13.3 インチのモバイルモニターを紹介したいんですが、ちょっとモバイルモニター久しぶり、まあ久しぶりっていうか僕のチャンネルとしてはですね、まあ盛んに取り上げてはいますけれども、ちょっと間が空いた、2ヶ月ぐらい空いたのかな、うちにとんでもなく完成度上がってる製品も出てきてますね。ということで今回ね、なかなかびっくりな製品よくできてますよということで紹介していきます。いつものように中に入っているものから紹介していきますね。モニター本体です。それがね、これ僕大好きなんですが、これで多分2製品目ですね。スタンドが、僕がレビューするのはこのスタンドタイプですね。さらに説明書、日本語にもきちんと対応しています。これはね、好印象ですね。世界対応なんで、一部ですけれども、日本語にね、しっかり対応してます。これは好印象ですね。さらに、AC アダプター。これ、タイプ C になってます。で、タイプ C、タイプ C ケーブルが2本と、さらに、HDMI ケーブルが付いてます。この辺は他のモバイルモニターとは変わりませんが、全部白で統一されてるのもいい感じです。このですね、イノシンのモバイルモニターは、裏にね、丸が書いてあるんですよ。そこにこのスタンドがこう磁石でつくんですね。なのでこうすると、まあ横置きですよね。横置きで角度が自由に動かせます。さらにこのねスタンドをこうやってつけてあげると、こう縦置きになるわけですよ。縦横どちらでも使えるっていうこの方式は僕はむちゃくちゃ便利だと思います。ただし注意しなければいけないのは、ベッドケースを自分で用意した方がいいですよね。まあこのまま持ち歩いても大丈夫だと思うんですけれども、やっぱりディスプレイの面はね、ガラスなので割れたりすると嫌じゃないですか。だから僕はこのタイプは必ず、ベッドねケースに入れて持ち運んでます。ケースがスタンドになってるタイプだったら当然ケースはいらないわけですよ。そこはだいぶ違うんですが、ただねこの柔軟な角度調整と縦横自由に置けて縦でも角度調整できるっていう製品はこのタイプぐらいしか本当にないんですよ。そう考えるととってもね便利だなと思いますし、僕は一番高く評価してます。実際使ってみてこのスタンドはとても使いやすいなと思っております。皆さんここ注目です。2台重ねてますけど、上なんだか分かります？まあ文字が出てるんで分かりますよね。 iPad Pro の 12.9 インチなんですが、もう作りほぼ、まあほぼ一緒とは言いませんが、かなり近いですよね。モバイルモニターでこんな高級な金属の作りのモデルって今までありました？デコボコとか裏面に全然なくて、シンプルで金属かつこのね切り落としたような板のような作り、すっごい素敵なんですよ。 iPad に匹敵すると言ってもいいぐらいのこのボディの出来ですね。これはね素晴らしいなと思います。これね表面の完成度もなかなか良くて、面一でガラスが端っこまで全部来てるんですよ。でここね横の金属面まで板1枚のガラスです。で内側に黒いラインが入っていて表示エリアになってますね。13.3 インチなんですけれども、非常にねまあ完成度高いモニターだなと思いました。金属ボディなんでちょっと重さが気になるじゃないですか。なのでちょっとね測ってみますけれども、キッチンスケールなので参考値ですが 529g、 実はカタログ値 540g なんですよ。そう考えると、531g か。はい。カタログ値は 540g なんです。そう考えるとかなり軽いですよね。ただ、これだけで使うことはないので、ちょっとスタンドもね、測ってみます。ガラス面にスタンド今乗せますが、ゴムがついているのでね、そーっと乗せれば大丈夫だと思いますが、皆さんは真似をしないでください。はい。623g ですね。スタンドと本体を合わせて 623g です。はい。今、シンクパッドとタイプ C ケーブル1本でつなぎました。注意が必要で、ここにね電源ボタンがあるんですよ。なのでつかなかったら一回電源ボタンを押してください。そうするとつきます。ちょっとねケーブルがくにゃっとしてて美しくないんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね。シンクパッドが残念すぎるように感じてしまいますが、なんとこの製品 OLED なんですよ。有機 EL で明るさが400カンデラということで、かなわないですよ。
ちょっと前のね、3年ぐらい前に買ったシンクパッドで叶うはずがありません。むちゃくちゃ綺麗です。ただちょっと残念なのが1点だけあるんですけど、 1920×1180 なんですよ。やっぱりここはね、 1920×1200 にしてほしかったんですが、まあ、16対9というのが残念なポイントなんですが、まあコンパクトで額縁も細いし色は綺麗だしすごいですよね。こういうね、もう出来もね、こう角も丸くて見た目もかっこいいし、まあ、こういう時代になってきたんですね、モバイルモニターもね。ちょっと写真を表示してみましたが、やっぱりもう赤の発色とか全く違うんですよね。これ見ちゃうともうこのねモニターが悲しくなりますけれども、最新のノートパソコンでもオーレッドじゃないとやっぱり黒の締まりとか赤の深さとかここまでの色はなかなか出ないと思います。赤の上にここの辺りのね黒の締まりも全然違うので写真が立体的に見えますよね。この辺とかめちゃくちゃ立体的ですよね。だいぶ違います。では続いて HDMI ケーブルでもつないでみましょう。まずですね、 HDMI ケーブルでつなぐときには付属のねType-C ケーブルを使って電源を挿します。電気入りましたね。で HDMI のミニの方ですね、これをモバイルモニターに挿します。はい。でパソコン側にフルサイズの HDMI ケーブルを挿します。これで OK ですね。はい、出ました。もちろんねどちらでも同じように使えますけれども、まあやっぱり綺麗ですね。でこのボタンを押すとメニューが出てくるんですね。でメニューも紹介します。はい、ボタンを押すとここにねメニューが出てきます。でもう一回押すと選択になるんですよ。でさらに押すと明るさの、ね、調整がこうできます。でさっきやってみましたが、シンクパッドの場合は Type-C ケーブル1本で電源供給しなくても明るさ 100% までいきました。でちょっと待ってるとねメニューこう消えますけれども、はい、こんな形でいろいろね入力切り替えとかゲームモードとか色合いの切り替えとかですね、いろいろと調整できます。入力もね Type-C、HDMI 等々 HDR とかねいろいろ切り替えが可能です。でここでメニューをオフにできます。はい、スピーカーも内蔵しているので僕のセカンドチャンネルのオープニングでちょっと音質をチェックしてみますね。ノートパソコンの場合はこのモニターから出してもいいですし、ノートパソコンのスピーカーから出してもいいんですが、ミニ PC などと使う場合はミニ PC 側にスピーカーがないのでね、このモニターのスピーカーを使うことになります。それでは今ねスピーカーから音が出ますので僕のピンマイク越しですけれども聞いていただきます。音質は上々なんですがちょっと音小さめですかね。今最大ボリュームに設定でもしております。はい、最大ボリュームになってますね。ちょっと音が小さいけれども音質は上々ですね。まあ、パソコン内蔵のスピーカーと同程度と思っていただければ良いかと思います。イノセンの 13.3 インチ有機 EL モニターレビューしてきましたけれどもいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃいい製品ですよね。完成度高くてすっごい綺麗。価格気になると思いますがなんと 24,999 円なんですよ。これ安いと思います。僕は有機 EL ですからね、価格破壊もちょっと起こってきた気がします。で 13.3 インチなので解像度はこの1920でいいと思います。14インチになったらもうちょっと解像度上げてほしいなとも思いますけれども、まあバランスは取れているなと思います。押しムラクはやっぱり縦が16対9なことですよね。解像度が16対10、縦がもうちょっと伸びていればかなり点数上がったんですが、本体の出来も良いので僕の評価は今回かなり高得点、83点をつけます。これねもし16対10でこの値段だったら90点近くいってたんじゃないかなと思います。有機 EL おすすめです。以上イノシンのモバイルモニター紹介しました。ちょっとねモバイルモニターの沼にはまってたんですが、最近若干ご無沙汰気味でしたけれども、いい製品がねまたどんどん出てきてると思うのでこれからもね紹介していきます。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。またメンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただくと戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。この戸田悟ファンクラブでは僕がレビューした製品を中心に毎月ね、例えばパソコンとかキーボードとかケーブルとか充電器とかいろいろなものを抽選でプレゼントしておりますのでふるってご参加ください。抽選倍率もね結構当たりやすくなっております。さらに2つ目のチャンネル戸田悟ビーズ、これはビジネスセミナーですね。こちらもぜひご覧ください。3つ目のチャンネルクロームブックチャンネル、クロームブックのね使い方入門から、解説しておりますのでぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。